はい、立憲民主社民の石川大我でございます。今日は杉田水脈政務官にお越しをいただきました。ありがとうございます。伊藤詩織さんの裁判についてお伺いいたします。伊藤詩織さんの裁判について10月20日東京高裁で損害賠償が言い渡されましたが、杉田水脈政務官は上告をいたしました。上告をした理由を教えてください。11月の2日に最高裁判所に対して上告等の申し立てを行ったところでございます。本件につきましては係争中でございますため、コメントは控えさせていただきたいと思います。最高裁に上告ということで、上告するためにはですね、憲法解釈に誤りがあること、最高裁の判例とは異なる判決が出た場合、そして憲法違反があることというふうに理由が限られていると思うんですが、この中で何に当たるということで上告されたんでしょうか。係争中でございますので答弁を差し控えたいと思います。石川理事。いろいろあると思うんですよね。もちろん裁判ですから、日本の裁判のシステムにおいて、参審制があるわけですから、上告をするのはおかしいということは申し上げませんけれども、しっかりですね、これ表現の自由も関わっていることですから、そういった意味ではお答えできるんじゃないでしょうか。内容に関わることでございます。私自身が裁判の当事者であるため、裁判に影響を与えることは控えるべきと考えております。ですね、いたずらに裁判を引き延ばしているだけなんじゃないでしょうか。政務官でいる間はこの判決を確定させたくないというですね、そういう非常にこう自己中心的な考え方だと思うんですが、そう思いませんか。もう一度質問お願いします。すみません。いたずらに裁判を引き延ばしているだけではないですかということをお伺いしました。私が当事者でございますため、裁判に影響を与えるような発言は控えたいと思います。全く答えていただけない。25件のですね、伊藤詩織さんを冒涜するような SNS、 これ名前は、内容はもう言いたくないので言いませんけれども、内容に関しては触れませんが、これに対して、いいねを25件をしているというですね、こういったことが裁判が長引くということで、伊藤詩織さんをさらに苦しめるというふうに思いませんでしょうか。先ほどのご質問はまさに裁判の内容に関わることでございますので、全く答えていただけませんので、引き続きこの質問をしていきたいと思います。時間が少なくなってまいりましたので、 LGBT の問題についてお話をしたいと思います。私は2019年に LGBT の当事者、 LGBT の G ですね、男性の同性愛者として全国比例区で当選をさせていただきました。選挙の時には日本にも同性婚をというようなテーマも述べましたし、 LGBT の人権ということを述べて当選をさせていただきましたので、全国の LGBT の皆さんの思いを背負いながら今日この場に立たせていただいているというふうに思っております。杉田水脈政務官はご存知の通り、身長45という雑誌にですね、 LGBT は生産性がないという寄稿をされました。 LGBT について彼ら彼女らは子供を作らない、つまり生産性がないのですというふうに投稿しました。多くの皆さんが抗議をされました。私も政務官の言うところの生産性がない当事者の一人として抗議にも参加をいたしました。寄稿文を撤回、謝罪するおつもりはございますか。ご指摘の寄稿において不用意に生産性という表現を用いるなど、拙い表現によって結核として不快に感じたり傷つけられた方がいらっしゃることは大変重く受け止めております。ご指摘の雑誌への投稿につきましては、すでに多様性を尊重することは当然のことだと認識しているということ、当事者の方々の人権を否定するつもりも、偏見を持って差別する意図も一切ないこと、LGBT の方々への理解増進はもとより、差別やいじめのない社会に向けて努力してまいることなどの見解を表明しているところでございます。現在も今申し上げたとおりの見解でございます。全くひどい話だと思います。重く受け止めるということと、謝罪をし、撤回をするということは全く違うと思いますよ。で、この身長45という雑誌、LGBT の支援が度が過ぎるという内容ですね、これ生産性云々の話だけでなくてですね、LGBT の皆さん、特に同性愛の皆さんをですね、もう愚弄するような内容が入っている。例えば紹介しますと、普通に恋愛して結婚できる人まで、これ、過去同性愛でいいんだと、不幸な人を増やすことにつながりかねませんということも書いている。そして同性愛は一過性のもので、成長するにつれ、みんな男性、この場合は女性の件が問題になってましたから、話題になってましたから、みんな男性と恋愛をして、普通に結婚していきました。なぜ男と女2つの性だけではいけないのでしょうか。様々な性的指向を認めようということになると、同性婚の容認だけにとどまらず、例えば兄弟婚、親子婚、ペット婚、機械と結婚させるという声まで出てくるかもしれない。とんでもない発言が、とんでもない寄稿の内容がですね、もうじゃがじゃが出てくるわけですよ。このことに対してもしっかりと反省をしていただいて、撤回、謝罪をすべきなんじゃないですか。そういった配慮を書いた表現をしたことは、率直に反省をしております。
ただ、その後、理解を深め、差別のない暮らしやすい社会の実現のために、これまでも努力してきたところでございます。今後ともそういった努力をもって、お答えしてまいりたいというふうに思っております。これですね、LGBT 支援の度が過ぎるという寄稿以外にもですね、その前に LGBT 支援なんかいらないというタイトルでも寄稿してますし、多様な家族より普通の家族というふうに言っている。内容では、LGBT、同性愛に対して不幸だということもまで使っている。同性愛の方たちというのは不幸なんですか？その寄稿は4年前のものでございまして、そういった批判があるということを重く受け止めて、その後はですね、例えば、党の性的マイノリティに関する特命委員会などに積極的に参加し、有識者の方々からご意見をいただいたり、また、当事者の方々との交流を図って、そこで日々のお悩みであるとか、そういったことを伺ってきたところでございます。これからもそのような努力を続けてまいりたいというふうに思っております。そして謝罪をするべきなんじゃないでしょうか。これ固くないですね。謝罪をしない、撤回をしないということは、全国に残念ながらいらっしゃる LGBT に対して差別的な感情を持っている人たちに、これでいいんだと、政務官撤回もしないし謝罪もしないじゃないか、やっぱり俺たちは間違ってないんだという、そういった差別主義的な人たちにお墨付きを与えることになりませんか。謝罪撤回をすべきだと思います。私自身差別をするような意図も全くございませんし、まずその論文の中でも差別は一切しない、そういう気持ちは一切持っていないということを申し上げておりまして、当事者の方なんかもその論文を読んで私のことをちゃんと理解してくれているということで、支援者の方の中にもそういった方もたくさんいらっしゃいます。また私自身もですね、そういった方々と対話をしていく中で、いろいろその方々一人一人に背景がございまして、悩みも多様化していらっしゃる。それに政治がどのように寄り添っていけるのか、行政がどのような対処がしていけるのかというようなこともしっかりとそういった方々と意見交換をして今考えておるところでございますので、今後ともそういった努力を持って頑張ってまいりたいというふうに思っているところでございます。どのようなことを学んできたんですか。当事者の方々にもさまざまな背景がございまして、そして悩んでいらっしゃる問題も様々です。例えばトランスジェンダーの方と LGB の方とは全く悩みが違っていたりとか、それぞれの方もですね、例えばそうですね、ご自身が何に問題を持っていらっしゃるのかといったようなことも全部違います。そのあたりについてですね、本当に様々な方々からトランスジェンダーの方とかゲイの方、レズビアンの方、そしてバイセクシャルの方も含めて当事者の方からお話を伺っております。 LGBT 法連合会という団体ご存知でしょうか。はい、存じ上げております。中学生やですね、高校生、当事者の皆さんが多くの悩みを、寄せています。どういった悩みが中学生高校生にあるというふうにお考えですか。そういったことをきっかけにいじめに遭うであるとか、またそういったことが表現ができないというようなことに対しての自分の中で重い悩みを持っているというようなこと、そういうことが特に若年層の方には多いということもございます。またこれも年齢別にさまざま皆さん抱えていらっしゃる悩みが多いというふうに考えております。例えば上の方の年代の方はあまり騒がれたくなく今までのように暮らしていきたいという方もいらっしゃいますし、若い方なんかはやはり自分というものをもっとみんなに分かっていただきたいというような、そういうふうな思いを持っていらっしゃる方もいらっしゃいます。そういったこともさまざま違うんだということも勉強させていただいておるところでございます。石川理事。はい、ではなぜこの原点である LGBT は生産性がないというこの寄稿に対して撤回をし謝罪をしないんですか。当事者の皆さんは普通に恋愛して結婚できる人までこれでいいんだと不幸な人を増やすことになりかねませんというふうにおっしゃっている。謝罪して撤回をすべきじゃないですか。当事者の方々といろいろ今までも一緒に努力をしてまいりましたので、これからもしっかりとその努力を持って社会に還元してまいりたいというふうに思っております。石川理事。全く意味がわかりません。あなたの発言で、あなたの寄稿文で多くの方々が傷つきました。自民党前には5000人と言われる、報道では5000人という人たちが集まってきているわけです。謝罪撤回をしないというのはある意味自分の信念を貫くんだと、 LGBT に対する差別を貫くんだということじゃないでしょうか。辞任を求めます。辞任してください。時間ですので、お答えは簡潔にお願いします。当初より LGBT の方々を差別する人は一切ございませんでした。以上でございます。引き続き取り組みたいと思います。ありがとうございました。天村大輔君。赤坂那覇浜やら行のラリルレレあ行のあいいれは新選組。赤坂那行のなにぬねのの赤坂他行の立ちつてて赤坂那覇浜やらはん天畑大輔です。大丈夫ですか。れいわ新選組の天畑大輔です。国会から
発話障害を持つ人への合理的配慮を社会に広げていきたいです。続きます。あかさたた、今日のあい代読お願いします。代読お願いします。今日の質疑では予定外の発言が必要になった時には配慮として速記を止めていただきます。その間私の持ち時間は減りません。ただ皆さんに訴えたいのは、速記を止めるのはあくまで委員長の権限だということです。こうした配慮には感謝していますが、発言の権利がいつでも保障される仕組みは整っていません。私はまだ健常者議員と同じ土俵には立っていないのです。そして速記を止めている間はインターネット中継の音声は止まります。資料1をご覧ください。テロップも速記中止の趣旨が示されるだけで、視聴者は何が起きているか分かりません。まさに私が力を振り絞って意思表明している事実がなかったことにされている。私自身後から映像を見ると深い水の中に潜っているような感覚になります。世の中から存在が消されたようなと言えば伝わりやすいでしょうか。先日障害当事者からメールをいただきました。障害者を隔離し見ないように蓋をしてきた社会と速記止めの映像が重なり、差別を浴びせられた気持ちになったということでした。かきくけここ、あか家業のかきくくこく、あかさたなはま行のまみみ国民、あかさたなはは、あかさたなはまま行のまみみ、あかさた行の立ちつてて、国民は見て、あ行のあいいます、まる、やりますか。国民は見ています。続きます。あかさたた、代読で大丈夫ですか。代読お願いします。国会が変わることで発話障害を持つ人への合理的配慮が社会に広がることを期待しています。引き続き私の質疑方法について対話をしていきたいと考えています。障害者は後回しにされがちです。郵便投票の研究会を当事者を含めて再開すべきです。国会議員の皆さんにも議論を呼びかけます。代読お願いします。最後に杉田政務官の過去の発言に対して重度障害当事者の立場から質疑します。杉田政務官は2018年新潮45へ LGBT への支援の度が過ぎるを寄稿し、彼ら彼女らは子どもを作らない、つまり生産性がないのですと言い切りました。生産性のないものは行政の支援に値しないと断ずる発言に、私は重度障害を持つ当事者として恐怖を覚えました。今あなたと対面することにすら恐怖を感じます。この寄稿に対し当時障害者や難病患者らが抗議の声明を出しました。私も仲間とともに杉田政務官の国会事務所まで抗議に行きました。私たち障害者は健常者に合わせられない存在は社会のお荷物だという価値観の下で社会から切り捨てられる怖さを日々感じています。その一つが2016年のやまゆり園事件です。人の価値を生産性で評価する杉田政務官の発言の根底には、事件を起こした植松聖氏の考えと同じものを感じます。あなたの発言は多くの障害者と LGBTQ の当事者に恐怖を与え、深く傷つけたのです。その認識はありますか？認識があるなら撤回と謝罪をしてください。ご指摘の寄稿において、不用意に生産性という表現を用いるなど、拙い表現によって傷つかれた方がいらっしゃることを重く受け止めております。雑誌の寄稿につきましては、当事者そして障害を持つ方々の人権を否定するつもりも、偏見を持って差別する意図も一切ございませんでした。また寄稿内において障害者や高齢者、難病の方、子供を持っておられない方々を差別するような表現や言及は一切しておりません。委員長、配慮願います。速記を止めてください。あなたがかつて発した言葉がこれからも当事者に恐怖を与え続けます。先ほど石川理事がおっしゃったように、重く受け止めることと撤回謝罪は違います。撤回謝罪が必要です。杉田総務大臣政務官。私はその論文の中にも、中ででもですね、そしてその論文書く以前、それから書いた後もですね、一切その障害者や、先ほども申し上げました、障害を持つ方々や、高齢者や難病の方、子どもを持っておられない方々を差別するような言及は一切しておりませんし、そういう考えも一切持っておりません。また論文の中にもそういった内容は一切書いておりません。
むしろ私は障害を持つ方の福祉のために議員になる前からずっと頑張ってきておりまして、もっとそういう方々のために税金もしっかり使っていって、そして人材もしっかり割いていくということに今まで力を尽くしてまいりました。先ほどありましたみたいに、植松死刑囚と私が同じだという意見を持つ方がいらっしゃることは、私自身も非常に残念に思っておりますが、これからも障害を持つ方々にしっかりと寄り添って、皆さんがしっかり生活をできる社会の実現のために頑張ってまいりたいというふうに心から思っております。まだまだ努力が足りてません。これからもしっかり頑張ってまいります。まとめます。委員長、配慮願います。はい、採点まで。口だけにならないようにしてください。質疑を終わります。小沢雅人君。立憲民主党の小沢雅人でございます。次に杉田大臣政務官の過去の発言についてお伺いをしたいと思いますが、ジャーナリスト伊藤詩織さんを中傷するツイートへのいいねをめぐり、東京高裁が損害賠償を命じる判決を言い渡し、逆転敗訴となりましたが、でも本当にですね、この判決私は当然だというふうに思いますよ。そして、では判決が確定してからまたしっかりとお伺いをしたいというふうに思いますが、杉田議員は2018年月刊誌に LGBT 支援の度が過ぎるとのタイトルで、 LGBT カップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり生産性がないのですと寄稿されました。また2020年9月の自民党会合では、性暴力被害者の相談事業をめぐって女性はいくらでも嘘をつけますからと発言され、他にも差別的な発言を繰り返し指摘されております。私はこのような発言は撤回して謝罪するべきだと思いますが、まずはですね、はい、全く理解もできません。撤回も謝罪もしないんですか。国民の代弁者である国会議員に私はふさわしくないと思いますよ。杉田 大臣政務官にもう一つお聞きしたいと思いますが、総務省の行政相談とはどのような目的とした仕組みなのか。総務省の行政相談は、国民の皆様から国の行政などへの苦情やご意見、要望を受け付け、担当行政機関とは異なる立場からその解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みでございます。全国に50カ所の総務省行政相談センターがございます。そこでは電話や対面、そしてインターネットによって国民の皆様から様々な相談を受け付けております。また全国に約5000人の行政相談員がおりまして、地域の身近なところで相談所を開設し、皆様の日々のご意見を伺っているところでございます。今もご説明あった通りですね、総務省の行政相談は国民からの苦情や意見、要望を真摯に聞いて、それを解決し、行政の制度等の改善に生かす仕組みでございます。まさしく杉田大臣政務官はこの行政相談を所管をされているというふうに認識をしております。そこで総務省にお伺いしたいんですが、行政相談において LGBT 等に関連した相談がどの程度あるのか。清水行政評価局長。平成29年から令和3年までの5年間に総務省で受け付けた行政相談について、ご指摘の LGBT に関連すると思われる内容を含んでいるものが、同一の方による複数の、送信の重複を除きますと62件あったものでございます。62件、あったということでございます。先週のですね、26日に行われました衆議院の臨戦特で、我が党の現場議員の質問で、総務省が今行っておりますハッシュタグノーハートの SNS という施策について、お聞きになられたとき、聞かれたときに、わからないというふうに、お答えになりましたが、その後しっかりと理解をしていただけるというふうに思います。ハートがなければ SNS じゃないと。SNS はハートをつなげるものであるというふうに、そういった、啓発活動をですね、今、総務省をしているわけでありますが、しかし、これまで、杉田、議員としてですね、様々な、発言、差別的な発言をされていると、総務省が誹謗中傷のない、この健全な SNS 利用を呼びかけている側の、その政務官が、SNS 上で中傷を行っていたと、裁判所に認定されたんですよ。裁判所に。示しがつかないと思いますし、職務の私は適格性も疑われると
というふうに思いますが、総務大臣どのように受け止められていらっしゃいますか。寺田大臣。この判決についての直接のコメントは控えさせていただきます。また過去のですね、杉田政務官の過去の一議員としての発言については、杉田政務官が自らの責任において丁寧に説明していくべきものと考えております。政府の一員としてしっかりとその政務官の職責を全うしていただきたいと考えております。小沢君。とても理解ができない大臣の答弁だと思いますが、政府参考人にお伺いをします。国家行政組織法第17条5号に、大臣政務官の任免はその省の長である大臣の申し出により内閣がこれを行うという考え方でよろしいでしょうか。ただいま委員が読み上げられた通りでございます。はい。任命するとき、民じるときにも、大臣の方からですね、内閣に、書面で、申し出をされているということでありますけれど、大臣、杉田政務官を免ずることを内閣に申し出たらいかがでしょうか。いかがですか。寺田大臣。繰り返しにはなりますが、過去の一議員としての発言については、杉田政務官が自らの責任において丁寧に説明していくべきものと考えております。差別的な発言を繰り返してきた国会議員を政務官の要職に起用した差別を認める内閣なんですか、この岸田内閣は。私は岸田総理の任命責任を厳しく問いたいと思いますし、杉田大臣政務官はこの判決を受けて私は即刻辞任するべきだということを強く求めておきたいと思いますし、引き続きこの件については機会あるごとに問い続けたいというふうに思います。杉田大臣政務官は他の委員会からも答弁要求があるということですので、退席していただいて結構です。伊藤岳君。日本共産党の伊藤岳です。杉田政務官は政務官の任に値するのでしょうか。インターネット上の悪質不当な情報流布による人権侵害と被害者救済を重要施策と進めていく総務省政務官としてふさわしいのか、大臣冷静に客観的に判断すべきではないかと思いますが、大臣どうですか。寺田大臣。岸田内閣の方針に従って総務大臣政務官の職責をしっかりと果たしていただきたいと考えております。政務官の職責を果たしていただくようと言われますけれども、昨年の通常国会で改正プロバイダー責任制限法が成立して、総務省のインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージも改定をされました。そこにはこう書いてます。社会全体における情報モラルやICT リテラシー、つまり正しく適切に利用、活用できる力が高まるようにするための取り組みを強化すると謳えてるんです。大臣、この施策を推進する総務省の政務官として、杉田氏が責任だと思われますか。総務省の施策と矛盾することになるのではないですか。政務官を辞めさせるべきではないか。ご指摘の改正プロバイダー責任制限法、施行され、今我々もその周知徹底に努めておりますし、杉田大臣政務官もその趣旨に従ってですね、この政務官としての職責を果たすということで、現実その方向で働いていただいておりますので。何度も言いますが、冷静に客観的に判断すべきだと言ってるんですよ。総務行政に対する国民の信頼を毀損することにつながらないからです。改正プロ責法の施行は今年の10月1日ですが、法改正にあたって当委員会、参議院の総務委員会は我々全会一致でこの付帯決議をしました。この第2項目ラインを引きましたが、過去の権利侵害に関する判例に基づくガイドライン等の作成という事項を我々盛り込みました。そして現にプロバイダー責任制限法関係ガイドラインは法改正後随時更新をされています。杉田政務官の高裁判決では事実認定として、積極的に名誉感情を害する意図でいいねを押しており、限度を超えた侮辱行為で不法行為に当たるとされています。大臣、この判決が確定すればですよ、その判決は公表としてこのガイドラインに示されることになります。総務行政に関するガイドラインに示されるんです。その総務行政に対する国民の信頼と納得が得られるでしょうか。どうですか。寺田大臣。裁判の件につきましてはですね、この現在、引き続きですね、この係争中ということで、私からのコメントは控えさせていただきますが、いずれにせよこの総務省のガイドラインに沿ってですね、ご対応いただくことになろうかと思います。逆に大臣、この判例がですね、ガイドラインに公表として示されないということがあるんでしょうか。そうなれば総務行政に対する国民の信頼はそれこそ一瞬にして
消えてなくなるんではないかと思います。大臣、そう考えませんか。有罪判決が確定するんで、有罪判決で出てるんです。寺田大臣、もちろんその判決についての報道は承知をしておりますが、この裁判でございます。引き続き、訴訟当事者でもありませんので、そのことについての直接のコメントは控えさせていただきます。高裁判決で事実認定が裁定されています。政務官の任命は8月でしたが、その後10月10日に高裁判決を受けた人権侵害の加害者が総務行政を担う政務官の職にあって、国民の信頼と納得が得られるのか、私これ冷静に本当に客観的に判断すべきだと思います。辞任させるのが妥当な判断ではないか、改めて大臣に聞きます。どうですか。寺田大臣、先ほども申しました通り、大臣、適任かどうか聞いてるんです。政務官として総務行政の推進にあたる政務官として適任ですか。杉田政務官はこの総務大臣政務官に就任時の記者会見においても、しっかりとその総務省行政についてその職責を果たすと発言をしているわけでございます。しっかりとその職責を果たしていただきたいと考えております。適任かどうか答えられませんね。杉田政務官は政策パッケージに盛り込まれた SNS 誹謗中傷対策キャンペーン、ノーハートノー SNS について存じ上げませんと答弁されましたが、私はそもそも杉田政務官は総務行政に対してノーハートなんではないかと思います。あなたには政務官務まりません。即刻やめていただくべきだと私は思う。大臣、総理に対して杉田政務官の即刻辞任を求めるべきだというふうに強く言いたいと思います。続いて寺田大臣に関する問題についてお聞きをいたします。昨夜配信された文春オンライン、明日発売の週刊文春にも掲載されますが、それ